ここですな。はい。あれあいいのか、これか、これだ。あれやってない？閉店。なんで？あら。富士重。だって定休日火曜日って書いてあるでしょ。なぜ？理由も何も書いてないね。おっちゃんねるです。どうも、どうも、はい、第8回さぬきうどんツアー、はい、もう何が何だかよく分かんなくなってきました。2日目の3店舗目ですよ。次は海地さん、はい、海の侍、はい、海侍、海侍行ってしまおうと、はい、ここです。かけ200円。おお、まあかけやで、結構大胆なスポットにあるんだよな、これ。すごいね。あ、ここだ、ほら。でもね、ちゃんとここはほら丁寧にこう分かるようにしてあるよね、うん、よいしょ。あ、なんか素敵なお目向きな。はい、ここも照明もね。あ、はい、お客様駐車場、可愛らしい車も止まってるよ、ね、あれ趣味の車かな。そうだね、あ、なんかお客さんが今全然いない時間。あ、いいじゃない、参りましょうか。ん、どっかブラスバンド部が、音楽が、うん、学校があるの？みたいね。そうだね。ここは何がいいのかな？スジコンチ。なんか自動販売機でなんか売ってる。これ私買いたい、後で。すごい。すごいよこれ。なんか面白いよ。カツオだしといりこだしかもね。なんかすごいよ。かけ、ぶっかけ。鶏。ね、鶏わさなんてあるよ。すごいね、肉かまたま。まかない。かきバター。かあ、どうしたらいいの。どうしたらいいの。YouTube、あ、ヤグタウン来てるここ。うん。いつも見てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、鶏かまたまと、鶏かまたまのショーと。はい、かけのショー、かけショー、はい、熱いので、熱いので、はい、じゃあ食べたいけど食べたら終わるな、これ。うん、これすごい、これ美味しそうだよ、めちゃめちゃ。カレー、鶏天、これはすごいと思う。カレー、何それ。そうなの、カレー食べたい。そうなの。はい、よかったらこちらお盆どうぞ。あ、こっちが持ってた。はいはいはい、すいません、向こうでもこっちでもあるよ、お盆持ってた。こちらカフェですね。はい、ありがとうございます。わ、綺麗な。一昨日来て、だいたい全泊どっかでしてきてから一泊二日です、基本は。ですから、あ、そうなんです。だからちょっと前にヤグさんも一緒に、昨日も一緒に。あ、ほんま、実は、なんだこれは。すごいのがいますけども、ね、すごい。おほう、すごいよ。なんか怪しい雰囲気。いいですね。うお、いいですね。この油の感じがすごくいい。これな。すごいバックだけどね。なんかすごいよこれ。すごいね。太い。太麺。もう気持ちいい。うん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 、美味しい。ちょっと。めっちゃうまいよ、俺。ほんと？めっちゃうまい。
ああ、はい、はい、うん、夏限定のキュウリの分がまだやってるんで、よかったら味見、ありがとうございます、ございます、はい、これもよかったら、うん、あ、貼っときます。これキュウリの何ですか？キュウリのわさび漬けで、それもいや、その出汁はね、多分、ね、うん、震えると思うね。うまいやろ。出汁いただきたい。うま、なんじゃこれ。うん、またなんか全然違う、ね、違うね。鶏かま、うん、鶏、うん、鶏かまたま、かまたま、いただきますよ。うん、うん、なんだこれ、めちゃめちゃ美味しくない？ありがとうございました。なんか、あ、どうも、どうも、うん、うまい、うん、癖になる、これ でしょう、うん、うん、そうなん、うん、たまりませんわ、うん、これ結構ボリュームあるね。なんだけどね、美味しいんだよ、うん、美味しいんだよ、どんどん食べられちゃう、うん、どうですか、この雰囲気、うわ、綺麗、夏限定、冷やっこいよ、どんぶりも冷やっこい、ちょっといただきますね、申し訳ないですけど、先に早く食べないと申し訳ないから、これうどんに、何風に顔、うん、いや、これは夏植えるっしょ、宝山系のからしかカイジのわさびか、ね、うまいね、冷たい麺もうま、うん、あといい、わさびものすごく美味しかったです。美味しかったです。なんか冷たいのとあったかいのと全然変わるんですね、雰囲気が、麺の、まあ、今回ちょっと釜揚げの麺で、はい、あったかいのを渡してもらった。あ、そうなんですね。それで多分、なるほど、はいはいはい、美味しかった。あとあのきゅうりのわさびのも、はい、確かに夏いいですね。そうですね、あれ結構、あれと肉を合わせたやつがはいはい。ここあれなんですか、もう長いんですか。12月の9日で9周年です、ね、じゃあ創業されたってこと。そうですね、結構若い時に、じゃあ明日今が42なんで、じゃあ33時に、そうか、はあ、また何を思ってうどんだ、大変な仕事でしょ、どう考えても割にね、淡路が、そうですね、ある程度軌道に乗って、うん、あのお客さんが流行ってきたなっていうような変化をしてきた時にやるお金が残っていくみたいな、うん、はいはい、まあ、そこまでに脱落するってお客さんが、ね、そして、あ、それね、あ、じゃあ買おう、これは買うでしょうよ、ここのオリジナル、あ、そういうこと、うん、さっき店内で持ってたんだけど、うん、ここで買いたい、ね、ここでならここで買いたいじゃない。24時間売ってます、ですからここね、なんか出てきちゃったなんかすごいなんかパカパカしてる、パカパカはい、買いました
海寺さんのいりこだし。いやー、また奥深いお店に来ちゃったね。また違うタイプのね、麺の。いやー、確かだからあれ釜揚げの麺を使ったって言ってたね、うん、そうだね。だからふわっとしてもちっとして、ああいういろんなパターンがあるんだね、うん、違う、麺を変えてるってことだ。そうだよね、すごいね。ああ。すごい。いや、いや、ここはね、お出汁も美味しかったしね、あの、うん、鶏肉のもめっちゃ美味しかった。あ、でも癖になるね。あのね、唐揚げの味付けがしてあるんだよね、鶏に下味付けしてあって。なんかだから、すごくね、ちょっとスパイシーな部分もあるし、うんうんうん、うまかったわ。ここ、確かにあの、若い33歳で創業して、うん、今40いくつで、うん、こう、頑張ってきたこの若いこう力を感じるよね。そうだね。あの森さんとかさ、あの辺に近いような感じだよね、そうだね、うん、三好さんとかね、三好さんとかね、うん、でこんなのも買っちゃってね、いい ね、これお土産にもしますんでね、します、はい、はい、ということで、はい、これで3軒いただいて、はい、まあ、中華麺食べてないのが残念だけどね、残念な。